ラノマンガ。いくよ。頭から変なの生えてる。やっほー、みんな元気？音符は今日もミラクルスーパー元気だよ。今日の休み時間はね、お友達とナンジャモンジャっていうカードゲームで遊んでるんだ。みんなは遊んだことがあるかな？音符は絶賛とハマり中だよ。じゃあ次は私の番ね。これは初めて出るカードだね。そうだな、吉村みどり子にしよう。すごく仕事ができる感じの名前だね。この子はさくらちゃん。真面目でお姉さんっぽいところが大好き。さくらちゃんネーミングセンス。この子はリリーちゃん。思ったことを何でも言っちゃうところが面白くて大好き。じゃあ2人ならどんな名前をつけるの？そうだな、全てを失った私。悲すぎる名前。あし、ぶつみちゃん。なんか怖いよ。もう2人とも面白い。笑いが止まらなくて涙出てきちゃった。オーマイガー、さすが庶民はネーミングセンスがゼロね。来ちゃった。この子はクラスメートのビレンヌちゃん。これでビレンヌって読むなんてすごいよね。アメリカが大好きで何でもかんでもアメリカと比較してくるし、ずっとアメリカ人になりきっているからちょっと大変なんだよね。ふふん、ゲームなんだし楽しければいいんだからセンスとか気にする必要ないよ。十分楽しい。笑える名前をつけるからこそ楽しいのよね。笑えるネーミングが楽しい？変なネームが盛り上がる？センスとか気にしない？これだから世界を知らない子たちは。大げさなんだよね。まだ1年生なのに。それならヴィレンヌちゃんならこのカードにどういう名前をつけるわけ？カードになんてネームはつけないわ。ただのゲームじゃん。私は自分のネーム以外のネームはどれも好きじゃないの。私のネームこそ一番ビューティフォーでワンダフォーなんだから。なんだかラップみたいに聞こえてきたプニ。それにヴィレンヌじゃなくてヴィレンヌって呼んでちょうだい。その方がもっと私に似合うでしょ。どっちでも同じだけど。同じ？全然違うじゃない。ヴィレンヌよ、ヴィレンヌ。ああ、ヴィレンヌちゃんもあのお菓子が好きなんだね。え？お菓子？お花とか葉っぱみたいな形があって可愛いよね。味も美味しいから音符も大好きだよ。何の話？フランスのお菓子ビジタンディーヌの話でしょ。知らないわよそんなお菓子。私のネームの話をしてるの。うん？ヴィレンヌちゃんの名前がどうかした？人の話聞いてた？それにヴィレンヌって呼んでってさっきから言ってるでしょ。そうだったね。思ったんだけど平凡なネームの子ってかわいそうよね。名前に平凡とかあるの？あるに決まってるでしょ。ほら、あなたたち3人のネームなんて平凡の代表作だわ。レンヌ、ムカつく。ヴィレンヌだってば。私たちの名前のどこが平凡なの？どこからどう見てもザ・普通。音符にさくら、リリーって幼い感じもするし、大人になったらきっと苦労するわよ。キャラクターの名前をつけられたわけじゃないんだから苦労なんてしないって。可愛い名前だと思ってるんだけどな。私のネームはね、あなたたちとは違って世界に通用する素晴らしいものなのよ。もっと興味持って。さくらは日本を代表するお花の桜と同じだからまあまあいいとして、ヴィレンヌちゃんに認められても嬉しくないよ。リリーもユリっていう意味でほんの少しだけど華やかさがあるわね。ほんの少し違う。私ほどじゃないけど海外の人から少しだけ人気があると思うわ。でも音符はどう？いい名前だよ。ないない、いいネームなわけがない。どうしてヴィレンヌちゃんは意地悪なことばかり言うんだろう。どうしてあなたの親は海外に通用しないネームをつけたんだろうね。これじゃ海外にも行けないね。あ、そっか、音符ちゃんの家は貧乏なんだわ。なんでそうなるの？音符の家は貧乏じゃないのに。どうせ海外に行く機会もないから音符なんて変なネームをチョイスしたんだね。変じゃないもん。さっきから嫌なことばかり言わないでよ。
じゃあ、まぬけ？ヴィレーヌちゃんひどい！自分がやられて嫌なことは他の人にもしちゃいけないんだよ！オーブーちゃん、泣いちゃう！これはオンプちゃんの名前、可愛いと思うな。やだ、もしかして今のやりとり聞かれてた？この男の子はクラスメートのサトシくんで、オンプの隣の席なんだよ。サトシくん…わぁ、言ってて！サトシくん、おはよう。さっきまで鬼のように怖かったのに違う人みたいになってる。昨日の宿題難しくなかった？ヴィレーヌは難しくて泣きそうになっちゃったよ。ヴィレーヌちゃん、お友達に意地悪なこと言わない方がいいと思うよ。言ってないよ。音符ちゃんの名前は珍しくて可愛いねって話してたんだよね、音符ちゃん。そっか、俺も最初は音符ちゃんの名前変わってるなって思ってたけど、呼びやすいし忘れない名前だから好きだな。好き？ヴィレーヌちゃん。おい、サトシ、一緒に絵描こうぜ。うん、今行く。ヴィレーヌちゃん、大丈夫？どうしたの？あなた、サトシ君に気に入られるためにわざと私を悪者にしたわね。悪者になんてしてないよ。ヴィレーヌちゃんが一人で喋ってただけ。ムカつくムカつく。音符のくせにサトシ君から好きなんて言われてるし、私は一回も言われたことないのに。ヴィレーヌちゃんが、あなたが貧乏だからかわいそうだと思ってサトシ君は慰めてくれたのよ。自分がサトシ君に好かれてるって勘違いしないでよね。もうやめよ、意地悪言わないで。音符何もしてないのに。とにかく音符なんてネーム可愛くないからダサダサよ。パパとママがつけてくれた名前なのにそんなこと言わないで。ふーんだ。ちょっとやそっとでへこたれない音符だけど、パパとママのことを悪く言われるのは本当に嫌。放課後、今日の夕飯は何がいいかな。音符、食べたいものとかある？何でもいいよ。どうしたの？どこか具合でも悪い？音符は勇気を出してヴィレーヌちゃんのことや名前のことをママに話してみることにした。そっか、すごく名前にこだわりがある子なんだね。あれはこだわりなのかな。こんな顔で音符に意地悪なことばっかり言ってくるんだよ。かわいいお顔。でもママも小さい頃は名前にこだわりがあったんだよ。え？ママが？高校生の頃だったんだけど、公園にいた野良犬に犬って名前をつけて可愛がっていたの。犬？犬って言葉の響きが可愛いと思ったんだよね。それにあえてそのままで呼んじゃうところがいいセンスでしょ。どうだろう。ちなみになんだけど、犬はパパが引き取ってくれたの。じゃあ名前は変えたのかな。変な名前とか言いながらパパも犬って呼んでくれてたよ。今日からお前はうちの子だぞ、犬。ワンワン。パパは優しいね。パパのそういうところがママも大好きなんだ。ママはいつも優しくて面白くて、話してるだけで元気が出るんだ。ママ赤くなってる。音符ったら、あ、割引商品がこんなにたくさん。これもアレンジしちゃって、この魚も味付けを少し変えればまた違う味を楽しめる。音符見て、肉じゃがもこんなに安いよ。まぶしい。ママが割引商品を見て輝いてる。あ、これも安い、これも使える。動きが早すぎるよ。やっぱりママを見てるとなんだか元気になってきた感じがするな。あれ、お買い物？ウギギギ。どうも、ヴィレーヌちゃんのマミーです。こんにちは、音符の母です。あら、全部割引商品なのね。うちは割引商品なんて買ったことないよね。もちろんないわよ、割引商品なんておぞましいわ。これって本当に食べれるものなの？割引商品も立派な食べ物だよ。ママはさらにここからアレンジしたご飯を作るのが上手なんだから。あれ、二人も買い物に来てたんだ。やだ、サトシくん。学校終わってからも会えるなんてラッキー。これは運命ね。あらあら、この子がヴィレーヌちゃんの好きな男の子ね。相変わらず怖いぐらい変わるぷに。サトシくんは何を買いに来たの？
母さんがカレー作るからカレールー買いに来たんだよ。オンプちゃんたちの今日の夜ご飯は何するの？うちはね、ティーボーンステーキとマッシュポテトとスープなの。ビレンヌちゃんの家って骨食べてるの？違うわよ。いやね、貧乏人は。ティーボーンステーキは骨付きの分厚いお肉のことで、アメリカではよく食べられているのよ。顎がムキムキになりそうだね。オンプちゃん面白い。今日のオンプちゃんの家の夜ご飯は何？オンプんちは割引商品をアレンジした唐揚げ野菜炒めとカレーのあんかけだよ。貧乏ご飯って感じでやだわ。オンプちゃんのお母さんすごいな。ありがとう。ママのこと褒められるとオンプまで嬉しくなるな。きっとオンプちゃんも素敵な奥さんになると思うよ。はぁー、ねね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 。ちょ、うちのヴィレンヌちゃんが悲しそうじゃない。何よこの子は。世界一可愛いヴィレンヌちゃんを傷つけるなんて絶対に許せないわ。ちょっといいかしら、オンプちゃん。ん？名前が平凡で可哀想な子だとは聞いていたけれど、家が貧乏なのは名前と同じく悲惨だわ。子供に向かってなんてこと言うんですか。それにうちの音符は何もかわいそうじゃありません。ママ見てて分からなかった？サトシ君の隣にはヴィレンヌちゃんがぴったりだったでしょ。これからはグローバルな時代よ。割引商品をアレンジすることばっかり気にしてないで、世界に羽ばたいていける素晴らしい名前を子供につけなきゃ。子供があまりにもかわいそうよ。ママいつも頑張っておいしいご飯作ってくれてるもん。音符の名前だって大好きだもん。ママに悪いことしないで。音符もういいよ、帰ろ。これでも私のかわいいヴィレンヌちゃんの邪魔をしないでしょ。私ナイス。自分の身の程がわかったかしら。音符のせいでママまで悲しい思いをさせちゃったことが、音符は一番悔しかった。そして最悪なことに、次の日は親子で課外学習だったの。今日の生活の授業はお家の人と一緒に外へ春を探しに行くよ。音符、昨日のことは気にしないで思いっきり楽しもう。ほら、にっこにっこに。うん、にっこにっこに。せっかくだから楽しもうと思ってたんだけど、音符は昨日のことで頭がいっぱいで、あんまり乗り気じゃなかった。みんな、春を見つけたら大きな声で先生に教えてよ。かりん先生は音符たちの担任の先生なんだ。ぶっきらぼうだけど優しい先生。はい、わかりました。楽しいね。ねえねえ、音符ちゃん、今日は海外の観光客が多いと思わない？この辺りは桜がたくさん咲いてるから海外の人が多いってパパが言ってたよ。ビーグかわいい。音符ちゃんは海外に行くことがないから見慣れない人を見て驚いているわね。別に驚いてないよ。もしアメリカ人に話しかけられた時はどうするか知ってる？元気に挨拶すれば誰とでも仲良くなれるよ。音符ちゃんは恥ずかしいから話しかけられたとしても黙っててよね。そうだよね、急に話しかけられても困るかも。リリー、ジェスチャー、オーケー。みんな弱気になったらダメだよ。外国語が話せなくても一生懸命な姿は相手に伝わるんだから。音符ちゃんの言う通りかもしれないね。なんなのこいつは、調子に乗ってまったく腹が立つ。そんなこと言って話しかけられて恥かいちゃったりしてね。だとしても笑顔で明るくしてたら絶対に仲良くなれるよ。はい、エスクスビュースバーラーギャルドプニー。え、あー、なんですって？私まだ子供。ん？はあ、どうしよう、サトシ君も見てるのに何か答えないと。あ、アイムかわいい。なん、セデロテロコテ。メルシー。あの人、このバスがプニ駅に行くのか知りたかったみたい。わあ、音符ちゃんすごいね。めちゃくちゃかっこよかった。おいおい、一体何語を話してんだよ。今のは英語じゃなくてフランス語だよ。なんで、どうして貧乏人のあなたがフランス語を話せるのよ。そこまで私はフランス語を話せるわけじゃないけど、
音符ちゃんの語学力は簡単な旅行程度レベルじゃなくて長期滞在レベルだよ。ますますすごいよ音符。いいな、私にも教えてよ。ちょっと、どうして外国語が話せるのよ。パパが海外を飛び回る仕事をしているから、小さい頃からあちこちの国に行ったことがあるんだよ。それでいつの間にか喋れるようになってたんだよね。何よそれ。待って、海外旅行に行ったことないんじゃないの。旅行じゃなくて住んでたからね。あと旅行で海外に行くってどういう意味かわからなかったんだ。ごめんね。音符ちゃんにとっては海外に行くイコール住むってことなんだろうな。そうなの。待って、サトシ君まで、どうして私じゃなくて音符ばっかりなのよ。そうなったら私だって。はーい、マイネームビレーム。ビレーム、イエスイエス、ビュートフォー。どうして笑ってるの。ビレーヌはフランス語でブサイクって意味になるんだよ。ブサイク。サトシ君にも聞かれた。もう終わりよ。ママ、どうして私に最低なネームをつけたの。おかげでみんなに笑われちゃったじゃない。ごめんなさい、ママたちのお勉強不足だったわ。でも漢字には美人になれるようにと願いを込めたのよ。本当なのよ。ビレーヌなんて名前大嫌い。他の名前が良かった。そんな、ビレーヌちゃん、そんなこと言ったらいけないよ。名前は親からの初めてのプレゼントなんだから。ビレンヌなんて美しくて綺麗ってことでしょ。とっても似合ってる名前だよ。音符ちゃんのママ、私あんなに嫌なことを言ったのに、私ひどいことを言ってしまって申し訳なかったわ。いえ、もう言わないでいただけたらそれでいいです。私も音符ちゃん、さくらちゃん、リリーちゃん、今まで意地悪ばっかり言ってごめんね。もういいけど。ビレーヌちゃん、ほら見て、スミレの花。フランスに行くときは名前をビューラって呼んでもらったらいいよ。スミレ色の花って意味でぴったりだよ。音符ちゃん、ありがとう。音符ちゃん、ビレーヌちゃん、こっちにもいっぱいあるよ。親が子供のことを思ってする最初のプレゼントの名前、これからも大切にしたいな。音符だよ。さくら、動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。なんじゃもんじゃって実在するゲームなんだけど、みんなはやったことある？みんなでワイワイやると結構ハマっちゃうんだよね。自分たちで描いたイラストでやっても面白そうよね。やってみよう。よかったらみんな動画の感想コメント欄で教えてね。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしくね。またねー。